早々ラムダの保護障壁から出るのよ。一瞬で吹き飛ばされるぞ。頼む、命に関わる大事なことは転移する前に言ってくれ。状況を確認する。現在エンブリオ上空約4万メートルだ。そこから加速度をつけ約280秒後にエンブリオへと突入する。椿、突入10秒前にイザヨイの残機結界を発生させる。私の計算が正しければ突入後約27秒間行動可能なはずだ。タイミングはこちらで指示するから安心しろ。わかりました。その間に白面はレクイエムまでの道を切り開き、ミネルヴァはレクイエムを停止させろ。27秒もあればそれをなし、猫を助けることも可能だな。余裕があるようなら第13素体の破壊もしくは行動不能にしてくれ。あいつがいるといろいろ厄介だ。承知した。ラムダはエンブリオへの侵入経路を維持しつつその場で待機だ。ラグナザ・ブラッドエッジに何があっても待機だ。いいね。まったく、マスターは私だぞ。いいか、時間効果内部と通信するにはお前の中継が必要だ。内部の状態が分からなければもしもの時に対応もできん。だからお前は侵入口を維持しろ。いいな、分かったか。こっちの様子が伝えられないのは困るな。ラムダ、頼む。マスター、ここまで。了解しました。くそだ。とりあえずは以上だ。とにかくミネルヴァがレクイエムを停止させた後は何が起こるか予測できない。基本的にカグラの指示に従い、それ以外は各自で対応だ。了解だ。カグラさん、あの苦しいカモです。まあ悪い悪い、でもな、突入前に離れるわけにいかないし。うわっ、うちの妹が苦しい言ってんだろ、ジジイ。んだてめえ、いきなり兄貴風吹かせてんじゃねえぞ。二人とも暴れないで。二人ともやめてください。あ、そうよ、ラグナザ・ブラッドエッジはジン兄様のお兄様、つまりラグナザ・ブラッドエッジをお兄様と呼ばなければいけないの。それは正直嫌かも。あ、ならジン兄様が弥生家に。椿、何か言ったか。え、はいえ、何でもありません。って、おい、ここで、そろそろじゃねえか。こちら地上班、ラムダたちを目視で確認した。突入30秒前だ。テイガ、準備はいいか。機関正常に動作中、問題はない、いつでも行けるぞ。全パラメーターオールグリーン、異常ありません。よし、イデア機関を解放しろ。了解、イデア機関接続。イデア機関接続開始。椿、今だ。残機結界展開。侵入に成功したか。時間がない、至急作戦行動に移れ。応答しろ、侵入に成功したか。心得、聞こえてるか。心得、おい、心得。神楽か、侵入には成功したのか。状況を報告しろ。え、何これ、何なの。あ、椿か、結界の展開に何か問題でも起きたのか。なんだよこれ。
どうなってんだ一体。今度はラグナか。個別に話すな。すでに30秒経過しているぞ。おい、ここで。ここどこだ。どこだと。無駄な質問はするな。いいから状況を報告しろ。状況だ。俺が聞きてえよ。なんで俺はイカルガにいるんだよ。イカルガだと。おい、イカルガのどこだ。とにかく場所と状況を説明しろ。他の者たちも一緒か。ここない博士、ノエルです。ここは息吹の跡地だと思います。ラグナさんとミネルバと一緒で他の方たちは見当たりません。息吹の跡地。おい、カグラ聞こえるか。お前たちはどこにいる。俺はジンと一緒だ。場所は風持つだな。他の奴らは無事なのか。私は白面様と一緒です。場所はヤビコだと思います。レイチェルはどうした。おい、レイチェル。レイチェルは誰とも一緒ではないのか。こっちにはいねえぞ。クソ、一体何が起きているんだ。まさか他の事象世界に飛ばされたのか。お前たちの信号は間違いなくこの世界の時間効果空間内を示している。それにもしそうならお前らと通信はできない。ラムダ、現状を報告しろ。現在エンブリオ外壁にて侵入口を確保維持しています。よし、ラムダ、お前は何があってもその侵入口を維持しろ。何があってもだ。テイガーはラムダのバックアップに回れ。イエス、マスター。了解だ。これはいかがなさいました、白面様。この感覚、まさかバカ。なんだおめえ野郎、何か言ったか。くそ、よく聞こえねえ。おい、ノエル、何かわからねえか。すみません、でも確かどこかで。やっと来たか、愚か者ども。待ちくたびれたぞ。なんだと。メオ、イザナミ、サヤカ、なぜあなたがここに。剣を引け、椿弥生。これは幻影だ。想像しい奴らで、そなたら何をそんなに慌てておる。バカな、ありえん。あのレクイエムの起こした時間効果だぞ。空間内の全ての事象が完全に停止しているはずだ。なぜだ、なぜ動ける。不思議はあるまい。世にとって時間効果など意味はない。ただ世でもこの空間から出ることは叶わなかった。もしそれが狙いならば、さすがはナインということ。しかし待つのも少々暇だったのでな。そうだからの終わりにふさわしき舞台を用意しておいてやったのだ。感謝するがよい。舞台だと。そうそう、実に愉快な話があるぞ。例のレクイエムとかいうおもちゃの爆発規模を計算してみたのだが、爆発エネルギーは10の31乗中。ここを中心に約半径40万キロメートルの範囲内が原子分解を起こす。さすがの世でもこれほどのエネルギーを発生させるのは難しい。くそ、私が出した結果と同じか。なんだよ、どういう意味だ。この星どころか空に浮かぶ月を含む
その範囲内にある物質が魔素による量子崩壊を起こす。簡単に言えば何もかもが跡形もなく消滅する。嘘。てめえの母ちゃんは加減ってもんを知らねえのか。喜べ。そなたたちは自らの手で終わりを迎えることができるのだ。そなたたち目障りな人の手に置く。マスターユニットはそれからゆっくりと終わらせて二度と再構築できるのに。そして滅びは完成し、常世の闇が始まる。生の死の完全なる無の世界。ネオ、貴様。くそ、手詰まりなのか。諦めないでください。私はまだ諦めません。この状況、何かおかしいです。そうだな。おい、イザナミ、なんでてめえの言う舞台とやらをわざわざ用意した？レクイエムを爆発させりゃてめえの勝ちじゃねえか。舞台なんざ用意する必要はねえ。それってつまりすぐに爆発させることができねえってことだろ。俺たちをバラバラにしたのだっててめえに都合が悪いからだ。チリにしては頭が回るな。そうだ、ゴーハラダのレクイエムをすぐに爆発させることはできない。だからこそこの舞台を使う。そなたたちの考えなど概ね見通せるのだ。世が時間効果で動けぬ間に白面とイザヨイを使いレクイエムを止め、その後に総掛かりで世を倒そうとでも考えていたのであろう。まったく人とは恐ろしいものよ。己が野望のためなら、たかだか女一人に寄ってたかって、そちもそうは思わぬか、ノエル・バーミリオン。だからな、恐ろしいそなたたちから世を自らを守るためにこの場、舞台を用意した。まあこれも最後の機会だ。絶望に身を躍らせる様を世に見せてくれ。何が守るためだ。クソ、舐めやがって。確かに最後だ。ラグナさん。確かに、てめえとのこのくだらないやりとりもこれで最後だ。俺が必ずてめえを止めてやる。だから待ってろ、この終わりたがり野郎。ラグナさん、違いますよ。私たちがです。大した自信だな、ラグナザ・ブラッド・エッジ。ああそうであった。この時間効果空間は世を倒す時間を稼ぐためにナインが作り出したものだったな。して、世を倒すための手段とやらは見つかったか。この波動を考えれば、ノエル・バーミリオンが策の中心のようだな。この空間は世の世界だ。ノエル・バーミリオンの自称監修は来たんぞ。ナインのくれた時間を無駄になんかしてねえよ。それにこっちの手の内を教えるわけねえだろ、このバカが。血の悪い兄様。まあよ、世を見つけることができればもう一度話すこともあるのに。無理なのか。これで見分かる。
希望という叶わぬ願望に踊らされ最後まで醜くあがくがよいぞ人間。安心しろ、必ずお前を見つけてやる。え、何か言いました？いや、なんでもねえ。それよりこれからだ。おい、ここの絵どうするよ。どうだ、椿弥生。やはりこの中の他の人たちと直接は連絡できないみたいですね。兄さん、椿、ダメか。お互いの場所は分かってるんだ。一旦どこかに集合するか。おい、ここの絵、お前が中継してくれないと他の奴らの状況が分からないんだよ。ここの絵、さっきから黙り込んでどうしたんだ。おい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 、どいつもこいつも、ちょっと待て。よし、その空間のおおよその構造は把握できた。お前らよく聞け、優先順位は変わらない。レクイエムの爆破阻止が最優先だ。だが先ほどの話から推測するなら、レクイエムはイザナミが確保している可能性が高い。つまりイザナミを見つければレクイエムもそこにあるはずだ。もしなければどうする。それに僕たちの認識できる空間にイザナミがいるとは限らないぞ。考慮している時間はない。他の可能性は全て除外する。それに構造を調べたが、内部は断片的な空間の寄せ集めだ。いくらイザナミでもその空間内にさらに別の空間を構築するのは難しいらしいが、だから認識できる形でイザナミもレクイエムもその空間内にいる。ならばイザナミが直接守っている可能性は最も高い。だがその断片的な空間はお前たちの認識している空間や場所と連続的に結合されていない。簡単に言えば、知っている道を進んだとしてもその先にある目的地に着くとは限らないということだ。なので集合はなしだ。そのままイザナミの捜索を開始しろ。もし誰かが発見できれば座標からミネルヴァをそこまで誘導できる。なるほどな、手分けして探せってことか。了解だ。だが個人では行動するな。もし推測が正しければ、レクイエムを止めるにはまずイザナミを何とかする必要がある。ノエルたちが最初に発見できれば問題ないが、それ以外なら。力を合わせて時間を稼げということですね。そうだ。ああ、白面とジン・キサラギ、お前たちは反論するな。口論している暇はない。今は確実性を優先する。チッ、大丈夫だ。冥王の強さは理解している。ああ、ジンジンにしてはやけに素直じゃないですか。この状況だ、何が起こるか予測できない。それと親父、ジューベイとレイチェルの捜索も後回しだ。ま、あいつらなら大丈夫だろう。了解だ。それで、化け猫、時間はあとどれくらい残っている？計算が正しければあと3時間だ。だがイザナミが内部で何かしたことが要因で時間がずれている可能性もある。当てにはするな。了解だ。だがよ、ここの絵、ナインの計算は確実なんだろ。なら俺たちに残された時間は間違いなく3時間だ。ならば肝に銘じろ、ラグナザ・ブラッド・エッジ。レクイエムを止めることができずに時間効果が解ければ全て終わりだ。だからお前は母様と、そしてセリカとの約束を必ず果たせ。ああ、任せておけ。よし、
行動開始だ。行くぞ、ノエル、ミネルヴァ。